あ、ここあれじゃないですか。あれですよ。ここはね、ちょっとあのなんか出てきそうですよ、ちょっとあのキャラの名前を言っちゃっていいのかどうかわかんないんですけど兄貴いるんですかね。じゃあファイナルアクションはあの見ていただきましょうか。まあ、見ていただく通り、まあ、ファイってやっぱりこうダンスっていうんですか、踊ってる印象あると思うので。そうですね、なんかあの、はい、スケーティングしてるような、なんかね、滑るような動きをされてたという。もちろんファイですので、自分自身があの騒動になって攻撃するってあります。あ、いや、まあちょっとね、この、やっぱりなんかそういう意味で言うと、なんかスケーティングな動きというかアクションが結構たくさん使われてますね、アクションに。そうですね。いや、これはあのなんかスカイウォードソードに出てきたあのロボットもですね、もう草場の陰でもう喜んでますよ。そうですね。あれだったらサルボって名前だったりするんだ。今回あのゼルダ無双に出てくるリンクのこともあのファイはこうマスターとして認識してくれますんで、マスターと言ってくれますんで、はい。私がマスターだったんでね、ぜひプレイしていただければね、プレイヤーさんマスターですから。あ、ファイのゲージはどういったゲージなんですかっていう質問は。ファイのゲージはですね、一回剣になると光の力がチャージされます、はい、属性攻撃、光の属性攻撃は強くなる、まあ、より強くなる。この属性というのはキャラクターによって、じゃあその属性によるなんか 特攻といいますか、そういうダメージが増えたりとかするんですか。各武器によって決まっていて、それによって光の属性だと連続攻撃、空中にかち上げた時に強力な攻撃になる、はい、あ、そうなんですね。あのなんかリンクのアイテムでファイアーロッドとかが ありましたけれども、あれはじゃあやっぱり炎の属性というか火の属性があるんですね。まあ、スカイウォードソードはあのぜひ遊ばれた方がいいと思います。これもまさか開けられないんですか。開けましょうか。ちょっと邪魔者が。開けます。はい。素晴らしいですちょっとなんか今喜んでましたよね。意外と豪快。ヒラヒム様が。あ、なんか喜んでますね、ヒラヒム様。はい、これはですね、このまま進んでいくと、はい、まあ、このステージでいろんなことが起きるんですけども、はい、まあ、今日はこの辺、まあ、この辺でと。そうですね、あれがあれしてしまうので、あれが
まあ、このステージだともう皆さん想像つくかもしれないですけど、はい、まあ、ここは実際ここから先はぜひ皆さんご自身の目で、はい、確かめてください。はい、こんな感じで、あの各モチーフになったステージ来ていただくと、もうあのそのまんまというか、その元となるアイデア自体はすごくこうそのまま入ってますんで、うん、まあ、このゼルダ無双で初めて体験される方もいる、あの